どうも、エルコンです。この動画ではドラクエ10の戦闘を有利に進めるためのバトルコマンド配置について解説します。ドラクエ10オンラインではバトル中に使用する特技や呪文などコマンドウィンドウの設定を細かくカスタムすることが可能になっています。そしてこのバトルコマンドを使いやすくカスタムすることで戦闘におけるパフォーマンスを大幅に引き上げることができます。そこで本日は真似するだけでドラクエ10のバトルが上手くなるエルコン式バトルコマンド調整理術をご紹介したいと思います。まずは初心者向けになぜバトルコマンドのカスタムが重要なのか、ドラクエ10の戦闘システムと合わせて解説したいと思います。ドラクエ10オンラインではリアルタイム方式のバトルシステムが採用されています。従来のドラクエシリーズはターン制のバトルシステムとなっており、各キャラクターの行動をコマンド入力し終わった後に敵も含めて素早さが高いキャラ順に行動を実行するという方式でした。いわゆるターン制コマンドバトルと呼ばれるドラクエシリーズではおなじみのバトルシステムです。このようなターン制のバトルではプレイヤーがコマンドを決定するまで敵も味方も行動することなく待機してくれるので、じっくりと時間をかけてコマンド入力することができました。しかしリアルタイム方式が採用されているドラクエ10オンラインでは素早さが速い順に敵も含めた各キャラクターに個別にターンが回ってきます。ターンが回ってきたらコマンドを入力して行動を決定するわけですが、従来のターン制バトルのようにコマンド入力中に敵や味方が待機してくれることはなく、コマンドが決まったキャラクターから先にどんどん行動していき、また次のターンが回ってくるという仕組みになっています。つまりコマンド入力に時間をかけてしまうと敵や味方の行動回数と比べて自分の行動回数がどんどん減っていってしまい、戦闘におけるパフォーマンスがダウンしてしまうことになります。言ってしまえばドラクエ10オンラインのリアルタイム方式のバトルはアクションゲームの要素が強いということです。アクションゲームで自分のキャラクターの操作が遅ければ不利になるのは明白ですよね。逆に言えば戦闘中のバトルコマンドを適切に配置し、コマンド入力にかかる物理的な操作時間を極力短縮することでバトル中の行動回数を増やすことができ、戦闘におけるパフォーマンスが向上するというわけです。正確に素早くコマンドを選択できることはドラクエ10オンラインでバトル上級者になるための第一歩となります。それではカスタム機能を使ってコマンド入力を効率化するためには具体的にどうすればいいかを解説していきます。まずはコマンド整理術の概要を説明します。エルコン式コマンド整理術は次の6ステップで構成されています。ステップ1、コマンドの2列表示設定。ステップ2、特技と呪文の非表示設定。ステップ3、ベーシックポジションの設定。ステップ4、ファストポジションの設定。ステップ5、CT スキルの配置。ステップ6、最終調整と共通化です。ベーシックポジション、ファストポジションという聞き慣れない単語が出てきましたが、これらはゲーム公式用語ではなく、僕が作った造語になります。特にこのベーシックポジションとファストポジションの設定はエルコン式整理術の肝となるので、おいおい説明していきます。それでは実際にバトルコマンドをカスタムしながら一連の流れを詳しく説明していきます。今回は僕がメインで遊んでいる職業である片手剣装備のバトルマスターを例にとって、強敵との戦闘を想定したコマンドカスタムを実践していきます。考え方のポイントを押さえてもらえれば別の職業やライトな戦闘にも応用可能なのでご安心ください。早速コマンドカスタムを全て初期化した状態から先ほど紹介したステップに沿って説明していきます。まずはコマンドの2列表示設定を行います。作戦、いろいろ設定、キャラクター設定からバトルコマンドの設定を開き、特技の表示設定を選びます。こちらの画面で Y ボタンを押し2列表示を適用します。これでステップ1、コマンド2列表示の設定は完了です。2列表示に変更することによって得られる最大のメリットは CT スキルのチャージタイムが管理しやすくなることです。デメリットは各スキルの説明文が戦闘中に表示されなくなることだけなので、主要なスキルの効果をある程度覚えたら早めに2列表示に移行してしまいましょう。続いて特技の非表示設定を行います。先ほどの画面から戦闘中に使用しないであろう特技のチェックを外し、コマンド欄に表示されないようにします。こうしておくことで戦闘中の余計な選択肢を排除し、コマンドを選択するスピードや正確性を高めます。基本的には使用する特技を絞れば絞るほどスピードや正確性も高まりますが、その分だけ武器の持ち替えや
他のコンテンツへの汎用性が落ちていくので、どこまで非表示にするかは各自で調整してください。今回はエンドコンテンツ仕様の片手剣バトマスに特化する形でがっつりと非表示にしていきます。非表示設定が終わったら、次はベーシックポジションの設定に移ります。ベーシックポジションの設定の前に、バトルコマンド設定から並び替え設定を選び、1ページ、2ページ、11ページ目にある特技を別のページに適当に移動させて、この3ページを空白の状態にします。ここまで準備が整ったら、1ページ目にベーシックポジションを設定します。ベーシックポジションとは基本位置という意味で、戦闘中に最も使用頻度が高い特技を配置する場所になります。1ページ目の左側、上から2番目をベーシックポジションとして、この位置に最も使用頻度が高いと思われる特技を配置しましょう。今回は高難易度バトルを想定しているので、片手剣バトマスのメイン攻撃手段の一つ、はやぶさ斬りをベーシックポジションにセットします。これでベーシックポジションの設定は完了です。使用頻度が最も高い特技を配置しているので、戦闘中はこのベーシックポジションにコマンド選択カーソルが来ていることが多いということを覚えておきましょう。それでは続いてファストポジションの設定を行います。ファストポジションとはベーシックポジションに隣接している場所のことです。これらの場所はベーシックポジションからキー入力1回で移動できるので、最も早くアクセスできる場所になります。ファストポジションには必要な時にすぐに繰り出さなければならない特技をセットします。今回は敵のダメージを軽減する刃の防御、敵の隙をついてはやぶさ斬りと打ち分けたい天下無双、緊急時の HP 回復手段となるミラクルソード、仲間の状態異常を解除したり範囲攻撃の回避に使える突っ込みの4つをファストポジションにセットしました。ベーシックポジションから最速かつ正確にアクセスできるファストポジションに、これらの緊急性が高い特技をセットすることで、いざという時のコマンド速度を高めるのが狙いです。これで一旦ファストポジションの設定を完了として、 CT スキルの配置に移行します。 CT スキルはチャージタイムを管理しやすくするために、使用するスキルを全て1ページ目に固めて配置します。片手剣バトマスの場合、使用する CT スキルは表記の7つとなります。しかしここで問題が発生しました。配置したい CT スキル7つに対して1ページ目の空きが6枠しかありません。このような場合は準ファストポジションを活用します。準ファストポジションはベーシックポジションから右もしくは左に2枠進んだ場所になります。ここはベーシックポジションから同じ方向のキー入力に回でアクセスできるので、ファストポジションに次ぐスピードと正確性が担保される場所です。1ページ目の枠を開けるために緊急性は高いですが、使用頻度は多くなさそうなミラクルソードはこの枠に移動しましょう。これで1ページ目に全ての CT スキルを置く場所が確保できました。 CT スキルを置くときはセットで使いたい並びを意識して設置します。片手剣バトマスの場合は会心率が高いココン無双や超早ぶさぎりは不死鳥天部とセットで、テンションブースト発動時に連続で使用することが多いアルテマソードとギガブレイクも一緒に並べています。残った枠にテンションバーンとミラクルブーストを置き、 CT スキルの配置は完了です。それでは最後に最終調整と共通化を行います。まだ配置していないスキルを置いていくわけですが、この時のポイントとして職業共通スキルをなるべく11ページにまとめることをお勧めします。職業共通スキルはその名の通り全職業で共通して使えるスキルですが、これらのスキル配置を全職業で同じ並びとすることで、どの職業でも操作感が統一されて使いやすくなります。緊急性が高めのロストアタックを準ファストポジションに置き、左側に職業共通スキルを並べました。余った右側のスペースには残りのスキルを配置しています。最後に残ったもろばぎりはミラクルブーストとセットで使いたいので隣接する枠にセットしておきました。改めてエルコン式コマンド調整理術のポイントをまとめると、最も使用頻度が高いスキルをベーシックポジションに置く、緊急性の高いスキルはファストポジションに置く、 CT スキルは全て1ページ目に固めて配置する、枠が足りない場合は準ファストポジションも活用する、セットで使うことが多いスキルは隣接させる、職業共通スキルはまとめて全職業で同じように置く、これらのポイントを意識して自分だけの最強のコマンド配置を見つけ出しましょう。ということで、
これにてコマンドカスタム完了です。一見するといびつな配置に見えますが、ベーシックポジションを軸に合理的に配置することによって戦闘中のコマンド効率を大幅に高めることが可能です。ぜひ試してみてください。このチャンネルではドラクエ10に関して初心者や現役プレイヤーに役立つ情報、休止や引退で離れてしまった人がまたドラクエ10をやりたくなるような動画など、さまざまなコンテンツを今後も配信していきます。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また見てね。